先ほど多分あとこう押された時の違和感っていうのも和らいでないですかね。はい、はい、柔らかくなりましたね。腰がで肩ですね。肩甲骨の高さ見ますね。あ、こちらもだいぶ良くなってますね。あまり差がなくなりました。苦しかったり痛かったりあったり言ってくださいね。こっち動きにくいですね。大丈夫ですか？はい、うん、やっぱちょっと左よりも右の方が盛り上がり、盛り方が強い感じ、特にこの背中の上部ですね、はい、ありますね。ちょっと辛いですか？いや、大丈夫ですか？ちょっとくすぐったい感じは、はい、回りますよ。はい、ちょっと叩きましょうか。そしたら、はい、これどうですか？まあ、特に痛みとかはないです、はいはい、ちょっとくすぐったいですか？ちょっとくすぐったいですか？はい、あ、結構くすぐったいですか？そうですね、腰のあたりが結構。あ、本当ですか？もともとくすぐったがりですか？ああ、まあそうかもしれないですね。あ、そうなんですね、はい、ちょっと苦手な感じですか？まあそうですね。あ、はい、はい、まっすぐ押される方が楽ですか？ああ、まあそうですね。あ、何と比べてって。あ、さっきの感じですね。叩いたりとか。はい。はい、ああ、でもそっちの方が結構いい感じ。はい。あ、いい、痛い、嫌な感じ。いや、いい感じがします。いい感じがします。はい。そうですね。結構やっぱり、腰とかも凝ってますね。なるほど。5月からとかなんですか？会社の業務が始まるの。うわ、4月の。あ、4月からも入ってるんですね。はい、そう、あ、そうなんですね。じゃあもう5ヶ月。そうです、もう半年目とかになりますかね。あ、週5ですか？そうですね。はあ、まあもう休みはカレンダー通りなんで。ああ、なるほど。祝日とかも休みは取れる、はい、っていう感じです。はあ、本当に結構待ち時間座りっぱなしになっちゃうんですか？そうですね。ああ、それは結構辛いですよね。最初は覚えることが多かったりとか。ああ、もう常に勉強してる感じですね。会社入って一番勉強しますね、人生の中で。ああ、なるほど。そうなんですね。そうそう、今のところすごい、痛いですね。そうですね。うーん、あ、私は今
その辛くなってきたのは肩なんですけど、自覚としては、はいはいはい、腰の方もだいぶやっぱり座りっぱなしっていうことで、凝っちゃってはいるんですよね。どうですか、ちょっと苦手な感じですか。いや、あーでも気持ちよさありますか、はい、そうですね、はい、ほぐれてくるとくすぐったさも減ると思うんですよ、はい、これはどうですか。あーなんかまあそうですね、ちょっと嫌な感じですか。いやでもまあ普通に、はい、普通にそんなに、はい、嫌な感じとかないですかね。はい、はい、こっちはあんまりくすぐったくないですか。こっちも結構こっちも結構くすぐったいような、はい、ああそうですか。これの方がくすぐったくないですか。そうですね、ちょっと痛く感じますかね。そうですね、痛い、痛み強いですかね。はい、足は今どうですか、ここら辺は。ああ、まあ気持ちいいですね。そんな痛いとかはないですかね。はい。休みの時は多少運動したりとかされますか。ああ、なんか入社してから全然しなくなっちゃいますね。あ、できてないですか。はい、そうですね。
っちは痛くないですか？あ、結構でも痛いような、痛いですね。はい。睡眠もしっかり取れてますか？ああ、どうすかね。でも、はい、なんか学生時代に比べると、はい、短くなってますね、確実に、うん、なんで、はい、9時間ぐらい寝てたんですけど、あ、それ結構たっぷり寝てたんですが、はいはい、もう6時間とか5時間とかなっちゃってますかね。短いですね、それだとね。やっぱりこう朝から夜までお仕事するから、あ、そう、寝る時間なかなか、はい、うん、結構足も張ってますよね、うん、ひねりますね。はい。はい。